門花関を開いた生方清左衛門。昔々江戸という時代、遠野の綾織地区を治めていた生方清左衛門という御代官様がおりました。彼には大きな悩みがありました。その頃の綾織地区は平らな土地はあるのですが、土地の高いところと低いところの差が大きかったり、葦が生えている湿った土地が多かったり、農業のできる土地が少なかったのです。そのため収穫できるお米も少なく、村人たちの生活は貧しく厳しいものでした。この小さな田んぼでは取れる米も少ない。もっと田んぼを大きくできないものだろうか。清左衛門は考え続けていました。うむ、そうだ。綾織地区には猿返川という水の量が豊かな川がありました。あの川から水を引いて、この地域へ行き渡らせることができれば、田んぼをたくさん作ることができて、村人の暮らしが豊かになるぞ。と清左衛門は思いつき、これこそ私がやらなければならない仕事だと強く思ったのでした。しかし川は低い土地を流れているため、綾織地区に水を引くのは難しかったのです。清左衛門は毎日毎日村を調べて歩き、毎晩遅くまで考え悩み続けておりました。やはりこれしかない。門花付近に水の取り入れ口を作ろう。悩んでいても村人の暮らしは良くならない。そう決心したのでした。門花とは猿返川の上流にある高い丘でした。川はそこを回り込んで流れているため、トンネルを掘って村に水を流す計画を考えていたのです。清左衛門様、こんな崖を工事するのは無理です。家来が言いました。難しいことは分かっている。しかし、これが一番いい方法だ。村のためにどうしたらできるかを考えようではないか。清左衛門と家来は村中の土地の高さを測り、水をどうやって流すかを考えました。工事に必要な測量は、昼だけでなく夜も行われました。門花と、田向風と、習い立ての3箇所に、かがり火を焚いたり、村人たちに提灯を打たせて、その光の位置を測ったりしました。こうしてやっと計画が出来上がり、清左衛門は村人たちを集めて計画を説明しました。いよいよ工事のスタートです。しかし、門花の崖は想像以上の狭さと岩の硬さで思ったように工事が進みません。お代官様、本当にここにトンネルができるのでしょうか？確かに難しい工事ではあるが、諦めずに強い気持ちを持ってやり遂げよう。完成すれば、田んぼがたくさん作れるようになるのだから。清左衛門は働く人たちを元気づけ、何日も工事を続けました。それでもなかなか進まない工事に、次第に村人たちは不安になりました。こんな計画、無理に決まってるべ。まったくだ。ただでさえ生活が厳しいのに、毎日働かされてたまったもんじゃねえ。だいたい穴掘って大雨でも来てみろ。村が水浸しになるかもしれねえぞ。代官は一体何考えてんだ？村人たちは口々に文句を言い、工事に来なくなったのでした。それを知った清左衛門は、みんな、聞いてくれ！この工事は難しくて、たくさんの人手や費用がかかる。しかし、決して自分が得するためにやってるのではない。
田んぼや畑が増えて、収穫が多くなり、村の生活が良くなることこそが目的だ。どうか信じて、協力してほしい。そう話して、村中を歩いて説得したのです。それでも参加しない村人もいました。だがここで諦めるわけにはいかない。何としても続けるぞ。清左衛門は強く思いました。そして清左衛門は先頭になって働きながら一部の村人と何日も何日も辛くて厳しい作業を続けるのでした。すると村人たちは、代官様があんなに村のために頑張っているのに、俺たちは何をやってるんだ？やっぱり俺も代官様を信じて働いてみる。村人たちは気持ちを入れ替え、次々と工事に参加し始めました。もう文句を言う人はいません。そして、ついにトンネルと用水路は完成しました。清左衛門が工事を思いついてから、実に21年の歳月が経っていました。そして、その後も水田開発が進められ、約80ヘクタールもの広い田んぼや畑が開かれました。代官様、ありがとうございます。これで村も生まれ変わりました。いやいや、これはみんなの力で完成できた工事だ。こちらこそ礼を言わせてくれ。本当にありがとう。この工事は近くの村からも注目され、殿様からもお褒めの言葉をいただくほどの大変立派な仕事となりました。そして400年近く経った今でも、この門花関は遠野市内の代表的な穀倉地帯である綾織地区の約200ヘクタールの田んぼや畑を潤しています。おしまい。